前節4試合ぶりに勝利した15位東京ヴェルディと3試合負けなしの10位ジェフユナイテッド千葉の一戦。前半はヴェルディペース。24分、高木義明のコーナーキックにアラン・ピネイロ。古巣対戦となるキーパー佐藤優也からゴールを奪い先制します。追う展開となった千葉は31分、船山貴之が狙いますがシュートはわずかにゴール右。ヴェルディリードで折り返した後半54分、アラン・ピネイロ。しかし追加点とはならず。終盤に入り反撃を見せる千葉は87分、途中出場吉田真希とシーズン3ゴール目を決めて1対1。追いついた千葉はアディショナルタイム、逆転の決定機が訪れますが町田のシュートはネットを揺らせず、結局試合はドロー。両チーム勝ち点1を積み上げる結果に終わりました。